はい、竹人です。今日は新しくゲットしたデジタルの手帳をご紹介しようと思います。はい、ということで今日はデジタルグッズをゲットしましたので皆さんにご紹介しようかと思います。まあ、デジタルグッズというのは、ね、ペンと、まあ、ノートとかスケジュール帳みたいなものなんですが、私ね実はシステム手帳をずっと使っておりまして、もうこれ10年ぐらい使ってるシステム手帳なんですね。中身これ毎年変えるシステム手帳なんですけど、今年は何も変えずにもうこのままこれはね捨てちゃおうかなと思っている次第でございます。なのでシステム手帳やめて、じゃあどうするのっていうと、こういうね iPad とか iPhone のスケジュール帳に入れることで、まあいろいろこれからお仕事の管理なんかしていこうかなと思ったんですね。ただやっぱり打ち合わせとかありますんで、こういうねデジタルものにポチポチ入れるよりもやっぱりねこう紙に書いたりノートに書いたりっていうようなことも結構あります。なので今どういうことしてるかっていうと、会社で打ち合わせとかでねノートに書いたものをデジタルに入れたり、はたまた逆にデジタルで入れたものを後からね、まあ、これじゃないんだけど他のねノートスケジュール帳に手で書いたりというようなことをちょっとこう1ヶ月ぐらいやってたんですね。まあ、ただねこれやっぱめんどくさい、2度手間3度手間なんですよね。デジタルで入れたものを紙にして、または紙に書いたものをデジタルにしてっていう。なのでなんかいいものがないかなといろいろ調べたところ見つけたものはこちらになりますので、ね、早速ちょっと外箱から出していこうと思います。よいしょ。今回も Amazon でゲットいたしました。そして中からまず出てくるのがこの2個ですね。はい、ということで今回ゲットしたのはこちら、ネオスマートペン N2 というものと、それから N プランナー2018という今年のノートになりますんでね、まあ、このペンでこのノートに書くと、なんと Google カレンダーとかにですね同期されるという優れものなんですね。つまり1回このノートに書けばデジタルにもされるし紙にもパッと書かれると。このペンを使って専用のノートに書かないとデジタルにはされません。つまり全然違う、これじゃないノートに書いてもね反応しないんですね。では早速ねちょっと開けて中身の方をお見せしていこうと思います。はい、それではね早速開けていこうかと思います。まずペンの方から開けていこうかな。これですね、ネオスマートペンということです。ね、色が2色あって、まあ、単純に言うとホワイトとブラックということで、私はブラックを買いましたと。じゃあちょっと早速開けていきましょう。これ、ね、韓国の会社なのかな、確か作ったのは。なかなかねいいもの作るなと思ってちょっと開けていきます。よいしょ、じゃあ開けましょうか。はい、じゃあ中出します。よいしょ、こういう感じかな。真っ白の箱で開けると、あ、もうペンが1本入ってるわけなんですね。ペンはちょっと置いといて、ペン、あと付属品がノートが入ってるのは、ポケットノートっていうノートが入ってますね。これユーザーズクイックガイドですね。それからマイクロ USB の充電ケーブルでしょ。あと芯、ボールペンがついてるんでね、ボールペンの芯が2本入っているという感じでございます。ペンはね結構洒落た感じのペンですね。結構ずっしり重い感じで、ここが金属だな、これ冷たくてなんかヒヤッとしてますね。で、あのね三角なんでね、面白い形してる。こんな形状してるの、三角形わかるかな、三角形、ほらこんな感じです。ここにボールペンの芯を入れて、ここにねカメラみたいなものがついてるのかなという感じですね。ちょっと充電した方がいいのかな、ちょっと取説読んでみようか、どういう感じなのかね、全く脳知識なんで。まずネオスマートペン、購入時はバッテリーが十分に充電されている場合があります。必ず充電してからって書いてあるんで、ちょっと充電してみようかなと思います。充電している間にちょっとアプリの方をダウンロードしようと思います。これはですね、アプリを、入れることで連携することができるようになる感じなんですね。で、Android とそれから iPhone、iOS も対応してますので、まあ、どちらをお使いでもね使うことができるという感じでございます。ネオノーツっていうアプリを入れるみたいですね。ネオノーツ、はい、このアプリですね。このアプリです。で、このアプリを入れた状態で、ちょっと説明書を見ながら申し訳ないんだけど、このね、アプリを入れた状態で、ネオスマートペンをこれと連携させるような感じのようですね。はい。まず、Bluetooth をオンにします。まあ、オンになってると思うんですけど、一応 Bluetooth オンにします。で、アプリを立ち上げて、ペンの登録ってやるみたいですね。出てきましたね。ここでね、これですね。ペンの登録をします。ポチッとな。電源オフの状態から電源ボタンを3秒長押してください。電源ボタン、これか、このボタンを3秒長押します。1、2、3で Bluetooth と連携が終わって、これで
連携完了になったのかな。なんかね、筆圧の調整なんていうのが出てきたんで、ちょっとねボールペンのペン先を入れていろいろやってみようと思います。ボールペンの返しが2本ついてたんで、そのうちの1本をねちょっとここに入れてみます。あのゼブラの売っている、よくこれ文房具店で売ってるやつですね、これ使えますね。で入れてみましたよと。でどうするのこれ。まあいっか、このテスト最初から入ってるこれあんま使わないと思うんです。これちょっと使ってやってみちゃおうかなと思います。よいしょ、書いてみます。ああちゃんと線引かれる、すごい。ちょっとそっち向きじゃないから分かりづらいと思うんだけど、ちょっと見えなかったらごめんなさいね。こんな感じで、ほら、あ、い、う、え、お、ほらすごい、すげえ、か、ほら、かってやったらかが入る。このままちょっと書くよ。ちょっと見て、ちょっと遠くて見えないかもしれないけど、き、く、け、こ、ほら、ちゃんと入るの。こうやって、すげえなこれ。すごいリアルタイムで入る。問題なく、問題ない。結構早く書いたけど、ちゃんと同じ僕の字で書かれるこれ。すごいね。よくできている。ちょっとバッテリーがね切れかけてるんであれですけど、本当にねリアルタイムで僕が書いた字がそのまま書かれるっていう感じ、すごい不思議な感じですねこれ、うん、すごい。という感じでございます。でこれのすげえところは、さらに言うとこれ、ね、アプリの設定ってあるんだけど、これで、ね、自分の Google カレンダーと連携させてスケジュールをね入れることができるってことなんですよ。ちょっとそれもやってみます。 Google の認証とそれから Google カレンダー主に使ってますんでね、ここちょっと連携させてみました。プランナーで使用する言語、あ、変換する言語があるんだね。英語じゃなくて日本語インストール。なので日本語でこれがねちゃんと変換をかけて Google カレンダーに登録してくれるという感じですね。もうあとはスケジュール入れるだけという感じですね。いよいよやっと出番が出るのはこちらですね、この N プランナー2018というやつです。このカレンダーに登録すると Google カレンダーに入るよという感じなんですね。このカレンダーがね2000円ぐらいだったかな。手帳を1年に1冊2000円っていうことを考えると、まあまあいいんじゃないかなと思います。そんなにべらぼうに高い感じしないしね。この手の製品って昔からあるんですけど、やっぱり感度が良くなかったりとか、そもそもこの手帳ノートがねすげえ高いっていうのがダメで、私挫折したことあるんですよ。でこれはね1冊2000円ぐらいなんで、うん、十分毎年変えられる、変えて使えるようなお値段だなって感じですね。中はどうなってるのっていうと、まあいわゆる日時のものがこうありますね。それから月、年はないのかな。そう、一応使い方が載っていて、カレンダーが載っていてっていう感じですね。で最後がメモがわーっとありますよっていう感じですね。一応付箋というかしおりみたいなのが入ってるんだね。こんな感じです。それではちょっと Google カレンダーに連携をしてみようかなと思います。今1月1日の元旦は私何も予定が入ってなかった状態になっているので、ここにですねこれちょっとこのノートの1月1日にテストで書いてみようと思います。なんか書いて日付のとこタッチすると入るよみたいな感じですね。じゃあちょっとやってみましょうか。1月1日のページを開いてここにちょっと書いてみようと思います。明け読めって書きました。で日付をタッチします。こうかな。そうすると連携されるはずなんだよね。これでどうすると連携されるんだろう。あけおめ10時-11am ほいと。でカレンダーにこれで同期されるはずなんだけど、入ってるわ。ちゃんとね入ってる、ちゃんと入ってるよこれ。すごい。ここに書いてあるね、明けおめことよろ、それから明けおめ10時-11am ってこういう書き方をするとカレンダーに時間を入れてくれるみたいなんですよ、自動で。で今見てみたら、はい、こんな感じ、ちゃんと入ってるの。これ見て、明けおめことよろ、それから明けおめ10時-11am ってちゃんと入ってます。でこれ押すとね、ちゃんとスケジュールのね詳細が書けますね。こういう感じで、こんな感じ。ちょっと見せちゃいけないとこあるんでこんな感じになっちゃいますけど、これはねかなり便利に使えそうだな。はい、ということでこれちょっとでも今充電が切れちゃいそうなんでテストはこれぐらいにするんですが、こんな感じでね日々のスケジュールをここに書いていくだけで同期されていくと
という感じですね。これすごいね。でどういう技術を使ってるのかなと思ってこれよく見てみるとちょっとね多分全然画面じゃ分かんないんだけどここのねノートの紙に細かく模様が入ってるんだと思います。ほとんど肉眼じゃ分かんないんだけどこの紙にいろんな模様が入ってることによってこんだけのページ数あるんだけど全てのページのどこに何を書いたかが全部このペンを通して iPhone に同期されるという感じでございます。ちょっとねこれかなり使えそうだなという今のところの感想です。はい、ということで今日はネオスマートペン M2 のご紹介をさせていただきました。ちょっとねパッケージの裏を見たところエバーノート、Google ドライブ、それからアドビの、ね、クリエイティブクラウドに絵描いたものをアップしたりもできるんだろうね。それからマイクロソフトのワンノートにもアップロードできるみたいです。メール設定っていうのがあるんで書いたものをメールで飛ばすということもできるみたいですね。ノート部分の右上はねメールのマークがついてるんでバーと書いてポチってメールを押すとメールで連携されるという感じなんだと思います。でアプリの方もね、Android のアプリもありますし Apple のアプリもあるというところでもうほぼ資格なしといった感じの製品な気がします。で書いてみた、まあ、この手の製品って昔から結構あるんだけど書いてみた感じ実際このノートに私書いてみましたけど今ものすごい視認性も良くて間違いないですねこれ、うん、本当資格のない製品だなという感じがしております。ただいくつか私気になったところはやっぱりこれペンがね今ボールペン1色しかないんですよ。できれば黒と赤とかね黒、まあ、2色か3色使えると嬉しいなって感じがするんで、まあ、しばらくしたら2色タイプとかも出てくるんじゃないかなと思います。それから電池の持ちですね。満充電からこれ8時間ぐらい6時間から8時間使用という感じみたいなんですね。で書いてる時間だけなんで書き終わってパッと手を離してしばらくするとまああのサスペンド状態電源が切れた状態になるみたいなんですけどできることならばこの電池の方もねやっぱり24時間ぐらい3日か4日ぐらい持ってくれるといいなっていう感じですね。電池自体は僕の希望としては月曜日に満充電だったら1週間、金曜日まで乗り切れるぐらいの充電が持つようなペンになってくるともうすごく嬉しいなという感じです。まあだから第2世代第3世代ってどんどん進化していくとねそういう感じになっていくんじゃないかなと思います。なのでしっかりねこれ仕事とかいろんなことで使ってみてまたね皆さんにお話ししてみたいことがあったらお話ししてみようかなと思っております。はい、ということで今日はネオスマートペン N2 のレビューをお届けいたしました。今日の動画が良かったなと思ったら高評価、これからも私の動画見たいなと思ったらぜひともチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。では。